マトバ駅は埼玉県川越市大技マトにある東日本旅客鉄道川越線の駅である。川越線開通以前には東武東上線の霞ヶ関駅がマトバ駅を名乗っている時期があった。島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホーム中央には待合室がある。開業以来の駅舎からホームへは校内踏切で連絡している。近年、 上屋の増築とスロープの設置が行われ、バリアフリーに配慮しているホームの南側に駅舎が設置されている。同じ川越線の笠畑駅とよく似た駅舎を持つ。川越駅管理の業務委託駅。自動改札機は設置されていないが、簡易水化改札機がある。自動券売機が設置されている。2020年度の1日平均乗車辞任は2439人で、 ある。JR 東日本及び埼玉県統計年間によると、近年の1日平均乗車辞任の推移は以下の通り。的場停留所にて、西部バスが運行する、路線バスが発着する。また、当駅より、徒歩10分ほどの関越自動車道に、川越的場バスストップがあり、新州、上越、北陸方面への高速バスが停車する。かつては、 川越シャトルが、的場駅入口停留所に乗り入れていたが、2018年4月1日の、ダイヤや路線などの見直しに伴い、取りやめられた。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。